大相撲で2場所連続12勝を挙げている大関、高安、28、イコール田子の浦イコールが夏。場所、13日初日、両国国技館、初日を休場することが11日、分かった。師匠の田子の浦親方、元幕内、鷹の鶴、が明かした。高安は7日に行われた二所ノ関一門の連合稽古で左上腕部を負傷。10日の朝稽古でも痛みが再発していた、同親方は、初日は、記事全文を読む、